リアム・ローソンは2024年の F1 契約を獲得できませんでしたが、そのデビューは非常に厳しい状況で行われました。ダニエル・リカルドの怪我により、急遽代役として招集され、準備の時間もほとんどありませんでした。特にオランダでの雨の中のレースは非常に難しい状況で、経験豊富なドライバーでもミスをしやすい状況でした。しかし、ローソンは冷静さを保ち、ミスなく走りきりました。 その後のレース週末でも力をつけ、特にシンガポールでは予選でレッドブルの両ドライバーを上回り F1 界に衝撃を与えました。残念ながらアルファタウリは2024年のシーズンに代わりに他のドライバーを選択しましたがローソンの才能に対する期待は高まっています。この期待は今年初めに次のようなコメントをしたフランツ・トストによって部分的に生み出されました。彼は F1 のシートに値するし、少なくとも2025年には彼が F1 にいることを期待している。アルピーヌからマクラーレンへのオスカー・ピアストリの移籍が、レッドブルにとっては警告となる可能性がありますが、ローソンに対する期待は高まっており、彼が将来的に F1 のフルタイムのシートを得る可能性があるとされています。コメント、リアム・ローソンの F1 シートが話題になっています。マルコもローソンについては、 2025年のシートを明言していますから注目ですね。